どうも、皆様こんにちは、るです。どうも、ハニーストラップの島村シャルロットです。はい、ということで一からお知らせしたいなと思っております。最初、なんだったっけな、ポップアップな作業台だっけな、なんかもらったか拾ったかで、もらって開いたらちょうど青色だったので、青色の作業台をもらいました。で、ここにもともとあった白い作業台は村のあるところに移動させました。はい。で、次ここ、ウクレレのこれレシピをもらったんですよ。これね、硬い木材で作れるので結構簡単に作れます。で、ペンキのマークがあるので一応デコレーションはできるので、このウクレレを青色に、青色っていうか、このなんか、なんだっけ、この花忘れちゃったけど、があったから、それにしちゃいました。次、クマが増えました。多分誰かからもらった。住民の誰だったっけな、誰かにもらいました。で、この椅子は、みやりちゃんが昨日の配信の時に、みやりちゃんかな、パトラちゃんかな、もうやばい、めちゃめちゃ忘れてる。めちゃめちゃ忘れてるんだけど、この椅子をもらいました。で、オレンジのテーブルはパトラちゃんからもらったやつですね。これ乗るとね、可愛くない？ブーっていうの。もう一回、お、音違う。あ、可愛いでしょ。広いとこでボーンって出した、こんなでっかいクマを結構置き場所に今困ってるところではあるかなと思います。はい。結構、作り方が増えたのかな？このテラリウムっていうのは、カンガルーの親子の住人から、作り方を教えてもらいましたが、まだ作ってません。で、この竹のカゴを、わかんない。竹がね、ないんだよね。シャルロットには。なので、どこにあるかわかんないんだけど、あと、タケノコランプももらいまし、あの、作り方教えてもらいました。あと、竹林の壁は、プレゼントかな？空に飛んでるプレゼントでもらいました。株を、日曜日の午前中に来る株屋さんがいるので、ちょっと試しに100株買ってみました。で、あと、借金を全部返済できたので、たぬきちに頼んで、家の増築を行いましたので、また部屋が今度は増えるかなっていう感じでございます。ここでね、質素なドレス、なんか赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんじゃないや、白雪姫だっけ？違う。シンデレラだ。シンデレラのような感じでなんかお芝居できそうだなと思って念のため買ったのと、ベースボールキャップを買いました。で、そしたらなんかシャルの村には羊のチャチャマルっていう子がいるんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですけど、そのチャチャマル、いたー、チャチャマル、もうこうやって遊ぶのめちゃめちゃ可愛くない？手広げてどっか行ってんの、可愛くない？ほら、可愛い。もうずっと見てられる。で、チャチャマルが落とし物をしてたらしくて、トレーニング系の、それでベースボールキャップの赤色バージョンをもらいました。これがさっき仕立て屋さんで買ったベースボールキャップになります。で、これがさっきチャチャマルの落とし物を届けに行った時にお礼にもらったベースボールキャップになります。めっちゃ前置きが長くなってしまったんですが、今回はハニストメンバーへの、プレゼントと、公演の設営ということで、ハニストメンバーへの贈り物、一つ目は、ウクレレをハニストメンバー全員勢ぞろいの、ウクレレを作りたいなと。3つ作ればいいんだよね。あれ？どこ行った？あった。これで一つ目完成。うん。これで一つ目が完成。三つ完成。
で、あとは、リメイクします。ウクレレを、あれ？これマイデザインできないっけ？あれ？あれ？マイデザインできないの？わ、無駄なもの作ってしまった。これね、いらないかもしれないけど、いつかシャルの村に来た、方に、プレゼントします。はい。予想外だ、これは。ハニストメンバーのウクレレができると思ったら、全然できやしない。シャルとお揃いのウクレレを、ご覧の皆様、4名様にプレゼントいたします。シャルの、村に来た際は、ぜひとも、もらっていただければと思います。はい。で、結局あれか、プレゼントはできてないのか。え、何あげればいいんだろう。じゃあ、そんな今持ってないんだよな。何がいいかな。ニコちゃんからはサングラスをもらって、まだ1個もあげれてないので、シャルからは。ニコちゃんが喜ぶものって何？ちょっと待って、わかんない。面白い服なんかあったっけな？ブーツもらってもだよな、ニコちゃん。ニコちゃん何が好きなんだろう？ミコちゃんなんだろう、このハートとか可愛いんじゃない？これミコちゃんにあげよう。買っちゃう。オッケー。ミコちゃんはできた。あとパトラちゃんとミオリちゃんでしょ。あ、リメイクキット買わなきゃいけないんだ。リメイクキットね、20個ぐらい買っとこう。で、4人だけど、3人か。まあいいや、5個分買って、なんかあれば。あ、壁紙とかあれば、もう一回見せてください。あ、でも、バラ系みやりちゃん好きだからな。シャルの今の家の壁紙とどっちがみやりちゃん気に入るかな。ちょっとやってみよう、試しに。うん。結構このね、壁紙のバラも綺麗なんだよね、めちゃくちゃ。壁に貼る。うわー、どっちも喜びそうだけど。こっちの方が喜ぶな。グリーンの花柄壁紙にしよう。と、次、パトラちゃん。パトラちゃんは、ちょっとシャルが持ってるもので。うわ、でも何が喜ぶんだろう。パトラちゃんなんだろうな。何でも持ってそうなイメージがあるからな。難しい。え、でも、正直バスタブあげたい。なんか、パトラちゃん、とメアリちゃんって ASMR のイメージがあるから、なんかで、パトラちゃんの ASMR で結構前なんだけど、1年前ぐらいになるのかな、バスって言ってたか、お風呂場でに行って本当に ASMR をしてみせるみたいな、なんか音を本当に生で聞かせるっていうのがあって、それでそれが印象的だから、バスタブあげよう。そうしよう。決まり。うん。今回のハニストメンバーの送るのは一番最後にしたいと思います。で、続いては、公園を設置したいと思います。で、公園は昨日、
本当は床とかもきちんと整えてからやりたいんですけど、あの島のなんかクリエイターになるにはもうちょっとお時間いただくので、日付日日をまたがなきゃいけないので、それまでに仮のスペースとしてやっていきたいなと思っております。結構ね、いろいろ買ったんですよ。でまだ買ってない分は買って終わろうかなと思います。これなんだろう、アカデミーのペナント。ほう、結構いろいろ買ったんですよね前回。これに飾ってみるか。おお、すごい、なんかもらった多分。わたあめの大ジャングルジム、砂場、スプリングユグ、街灯、バスタブ。よし、足りないものは終わったら買います。うん、はい。ということで、どこに設置しようかなっていうことだよね。一応ね、ここに花畑があります。でまだここね、これあるじゃん。これもね、あと赤2ついるとか、全部3つずつ欲しいんですよね。なんでそう、ここね、まだまだコスモスとか揺れがないんですよ、シャルのとこは。なんでそことかを集めていきたいなと思っております。なんかマイルとかでもね、チケットで行くんですけど、なかなかって感じなんですよね。うん、でどこにやっていこうかなっていう話なんですけど、ね、正直言って左上は後輩っていうのかな、新しい新種の花を植えているので、そんなにここはもう後輩のスペースとして保っていきたいので、一応ここのね、木もね全部抜きます。そう、ここはもう花オンリーにしようかなと思ってます。後輩オンリーにしようかなって思ってます。なのでここどうなんだろう。うわ、ここもありだな。ジャングルジムとか公園が一番上ってどうなの？なんかね、わかんない。はっきりとしたことはわかんないんだけど、なんか聞いた話によると、地形も変えれるっていうのを聞いてて、だから、うわ、どうしようみたいな。ちょっとここにやってみるか。ここちょっと、しましょう。で、地形が変えれるっていうのも、なんかよくわからないので、で、ここだったら池もあるので、結構、立てやすいかなっていうのはあるので、うん、ここにしますか。ここにしちゃおう。これ全部食べます。でね、シャルのね、島は、梨、みかん、さくらんぼ、桃はあるんですけど、あと何が足りない？りんごで終わりかな。りんごがあとないんですよね。なんでりんごをね、いつか集めたいなとは思ってます。はい、そうよ。で、一旦ここのね、木を全部抜いちゃいます。あ、そうだ、足りないんだった。ということで、フルーツ取りに行きますかね。ついでに、1個、下も抜くんで、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11、12、13、14、15、16、17、うわ、もういいからいいや。もういいから、もうまたいつかスペースが欲しい時とかに作ってみたいと思います。うん、多いよ。
結構桃はねあるので、そこまで心配しなくてもいいかな。一旦今回あの公園を作る部分だけ抜きていこうかな、安全をとって。よいしょ、 OK。 で食べて、よし、食べれたら次スコップに。よしよし、で広場は十分確保できました。ということで本日購入てか昨日購入して本日届いたものを設置していきたいと思います。まずは、ま、公園といえばという感じで、ジャングルジムですね。お、いいじゃん。まあジャングルジムといえばね、子供が憧れてやっております。うわ、かわいい。これってこっちも登れるの？こっち登れないんだ。ジャングルジムだけなんだね。ここだけ登れるみたいです。で、ここに砂場飾る。で、こう、違う、そう、多分お山の穴が見えた方がいいので、ここね、あ、こっち通れなくなっちゃうのか。じゃあちょっと一個手前に引いて、そうするとこっちも通れるから、で多分見栄え的にはこう、あ、こっちの方がいいね。うん、そうしよう。でします。で、一旦このお花はちょっと取ろうかな。よし、でこのお花も一旦取って、よし、で何持ってるっけ。遊具、遊具何持ってるじゃん。うわ、かわいい。え、めっちゃ可愛いんだけど。あー、大間はこっちかな。そうだね。これ乗れるのかな。ほい、頑張って、乗ってよし。乗れる？乗れないのかな、これ。揺れるだけなんだ。オッケー。で、遊具乗っける。街灯出す、ここがいいな。街灯を、ここに飾ってですね。あれ？これつかないの？夜になんないと無理なのかな？で、あと、あとですね、屋台も置きたいんですけど、屋台の前にですね、ちょっと住民のために作った家具をこっちに移動させたいなと思います。なんかどうしようか悩んでたので、ちょうどいいなと思ったのがあって、それは何かと言いますとですね、誰の子のために作った家具だったっけな、あれは。この子、カンガルーの親子だ。いるかな。あ、マリアっていうカンガルーの親子がいるんですよ。そう、いればいいな、この辺。あ、チャチャが呼んでる。なに？うん、プレゼントありがとう。うん、服だ。あ、気持ちありがとう。ちょっとチャチャにもなんかあげたいな。何なんだろう。あー、かわいい。かわいいけど、ダイナーのユニフォームが脱げちゃった。雨の日とかこれ着ようかな。コート、あ、でもコートってことは寒い日か。雪とか降ってる日とかいいのかな。でもまだまだ先になっちゃう、難しいね。
なんか大切に取っておきたいと思います。チャチャのね、服とか帽子は全部家に飾ってるので、そうなんでいいかなと思ってます。で、いないね、カンガルーの親子が。どこにいるんだっけな。で、花のね、ところを走っちゃうと花は抜けないんだけど、なんか花びらで咲いてた花が散ってしまうんだって。だからあんまり走るのは良くないらしい。あ、すごい、あった。これ今集めてるんですよね、シャル。これね、1000円出てくるんで、シャルは、1万円、あ、間違えた！これ喋ってるとそうなるんですよね。そう、間違えちゃった。一応ね、1000円出てくるんで、いつも1万円取ってるんですけど、なんか、間違えて、取っちゃった。まあ、こういう時もあるんで、ね。もう落ち込まずに頑張ります。はい、あ、これこれ、マリア、この子がマリアです。あー、かわいいね。結構ね、ママママ感すごいんですけど、このマリアって子のが住む時に、あ、メアリちゃん、そう、仲いいの、メアリちゃんとは。で、このマリアのために作った、家具を、公園のところに設置したいと思います。よし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 。よし。お、いい感じじゃん！え、めちゃめちゃいい感じ。一番上に公園があることによって景色もいいって感じだよね。うん、いい感じだわ。で、ここに、ベンチを先に置きます。わ、通れなくなるな、でも。よし。右からも、あれ？行き過ぎてる気がするぞ。違う。これ右からも、あ、入れないわ、まだ、もうちょっと？違う。そう。こっちからも座れるようにして、で、ここにダイニングテーブルを置きます。ダン。で、そう。で、そうすると、右からも来れる。し、こっちね。左からも来れる。うん。OK。ですね。まあ、ご飯とか今後出てくれば、使いたいかなって思います。かな？うん。で、この馬をもうちょっと足したいなと思ってるんですよね。もう一匹ぐらい欲しいな、この馬が。この馬を、一応花はもう水やりました。この馬がもう一匹欲しいので、忘れないうちに、あ、こっちか、マイルで頼みます。うん、わっ、お花に水あげてる。はい、買います。で、何々買えるんかな。怪盗買ったでしょ。あー、自動販売機とかも欲しいね、いつか。遊具とベンチはいいかな。
あーめちゃめちゃ欲しくなっちゃう。やばい、もうここにいるとなんかいろいろ欲しくなっちゃう。ダメだダメだ、やばい、全部欲しくなっちゃう。コーヒーカップ一番高いんで先に買いますかね。で、明日届くので、コーヒーと、あとさっき言ってた先に遊具、馬のやつをもう一個買います。めっちゃ喉鳴っちゃった。と公園の時計、ですね。で、多分マイルがもう足りないのでこの動画では注文できないんですけど、できれば本日中に自販機は行くと思う。2000マイルだったらいけると思う。お菓子はいらないんじゃないかなと思うので、うん、自動販売機も、今日中に頼みたいと思います。はい。ですね。で、あと、遊具といえば、タイヤの遊具がシャル持ってるので、レシピンですね。なので、これを作りたいと思います。で、タイヤの遊具が、ここ。あるので、タイヤ1個につき1つできるんですけど、確か何個、1個しかないかな、1個2個はあると思います。はい、多分。よし、何個あったっけな、1個しかないっけな、1個しかないや。一旦1個作ってみますか。何か作る、作っちゃう。よし。で、さっきシャルは見ました、タイヤの遊具ペンキマークがついてたんですよ。ってことはリメイクできる説。うわっ、あ、かわいい、え、めちゃめちゃかわいい。ちょっと待って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 、かわいすぎない？ちょっと。5個か。悩むな。え、ちょっとさ。ちょっとね。まあ、多分、当分、まだ、ハニストメンバーで、何か勝負をするって予定はないのと、今、椅子変えようとちょうど思ってたんで、ごめんなさい。いや、足りないんで、ここからちょっと取ります。で、代わりに桃の椅子を設置しようと思ってるので、どうしようかな。桃の椅子とタイヤって悩んではいるんですけど、まあ、ちょっと、桃の、多分タイヤすぐ釣れるんで、タイヤの椅子が見つかり次第あそこに。何これ?補給したいと思います。え、なにこの椅子、今あったっけこれ、びっくりした。あ、そう、ここね。え、なんだったんだろう、あの椅子。リメイクしちゃいます。で、全種類やっちゃいます。うん。まずはレッドからリメイクしますね。とめちゃめちゃわかんない、イエロー、できた。あとエメラルド、うん、
あと、ブルー。これ置き方にも気をつけなきゃいけないよね、多分。そして、最後が、これだね。よし、これを置きに行きましょう、一旦。よいしょ。お、なんか乗ってますね。あ、50回リメイクしてるって。あ、じゃあ24回か。で、やばい、めちゃめちゃ楽しい。しかも物がほとんど揃うとめちゃめちゃ楽しいぞ、これは。で、ここ邪魔かな？いけるかな？一旦、色を確認していきますか。あ、違う、綿飴はまだだな。間違えた。飾る。違う、バスタブ違う。飾る。オッケー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 。オッケーで、どう色をつけるかだよね。これって、縦向きより横向きの方が、楽しい？これ横でも添えるよ、添われるよね。でもこっちの方が可愛いよね。まあ、こうやって遊ぶこともできるよね。まずは青からじゃあいきますか。ヒント、あー、これ周りがいけないな。かといって引いたらいけるのかな、横。うわー、いけないな。横ピョンってなる？ピョンもできないのか。きついな。こうするといけるのか。なるほどなるほど。で、青の横どうしよう。青なー、黄色だな。雑草。黄色。違う。で、黄色。で、緑。で、白。で、赤かな。ちょっと両端を濃い色にすることによってバランスよく見えるかなと思ったんだけど、これ上がってきた時大丈夫かな。すぐいける？わーってきて登ります。わー、あ、いけるね。うん、いけるわ。ちょっと危ういね、ここ。大丈夫か。で、一応これを、もう一個ここの横に出して、で、ここの中心に、時計、さっき頼んだ時計を立てます。で、ここにコーヒーカップを置こうと思います。はい。で、コーヒーカップと時計台の間に自動販売機置こうかなって思ってます。なので、この辺に綿あめのお店屋さんを出します。これ屋台できるよね。よっ。わ、似合う似合う。制服が、
制服がめちゃめちゃ似合う。写真撮るしかないね、これは。よいしょ。はい。あ、かわいいね。いい感じ。うん。で、ここも通れるから、多分不便はしないはず。一応ね。で、全く木がないってのもあんま良くないのかな。木が欲しいね、でもね。ちょっと、するか。木を、桃を食べて。逆に。この木はいらない気がする、この生えてる木は。植えちゃいます。で、消して、ここに生えることできんのかな？あ、無理だ。ここ植えれないわ。かといってここ置くとな。うわ、どうしよっかな。ここは植えれるの？植えれないよね。じゃあここはコーヒーカップの場所にして、でも手前にね、木を植えちゃうと後ろが見にくいので、ここにしよう。うん、ここで木陰ができますと。で、あと公園に必要なものが、よし、公園に必要なものを取りに行きます。で、家庭、なんかお花畑を作りたいので、赤いバラを取りに行こうかな。ここにちょうど1個あるから、まああのね、たぬきちのところにも売ってるので、まあ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 、3つずつでいいかな。赤3つ、黄色3つ、白3つ。で、赤が揃ったから、あと白かな。あ、上にあるね、白色。よいしょ。よいしょ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 。ここ丘とかね、なんか橋かけてるの終わったらやりたいなって思いますよね。あった。あ、でも向こうに飛んだ方がもう2つ見えてる。あ、星があった、今気づいた。取っとこ、忘れる前に。よし。あー、でもいっぱいなってきてるね。一旦木植えちゃうか、この辺とかに。なんか捨てるのもったいないんで。あ、でもちょうど3つになったからいいのか、これで。で、上がって降ります。よし。で、上がります。上がって降りて上がってみたいなね。で、こう並べたら、ここに柵を立てたいから、ここに、あ、ダメだ、ここだ。
なぜかというと、お花畑の周りにですね、柵を立てようと思ってます。なので、うわ、この木も邪魔になっちゃう。え、この木も邪魔になっちゃうとは何とも言えないな。はい、ここにもこれを置く。で、ここが白かな。で、ここが赤になります。うわ、どうしよう、間違えた、もう置いちゃった、食べなきゃ。置いちゃうんだけど、桃を食べる。で、うわー、本当にどうしよう、これ。木でも、木ないとな、公園っぽく見えないんだよな。でも、お花畑も欲しいので、でも、コーヒーカップも置きたいんだよな。街灯をやめて、逆にこんなところに木は植えれるのか。無理だよね、ごめんなさい。だよね、そうなんだよ、これが一番で。でも見栄え的にはね、あ、わかった、これをで、こうしちゃえばいいんだ。あ、そうだそうだ、別に、あ、そうなくてもいいんだけど、これで後ろに、わ、でもここ通れないか。まあ、あれ、植えれない。あ、植えた。この音は、あ、そっちの前のタイプね。よいしょ、はい、よいしょ。で、プレゼント何なんだろう。あ、タオルラックか。なんか最近ね、なんかもらうものもらうものがすべてなんか台所系が多いんだよね。水切りとかめちゃめちゃ台所系ばっかり。でもこれ結構マス取ってるもんな。ちなみになんですけど、この綿飴屋さんってここに置けるんですかね。置けるんですか。でもこれ逆なんだよな。ここにやって、来た。これを押す。まあどこでね。通れない。でも前が通れなくなった。通れない道を作っていいのかな、シャル。でもこっちから押せば。これで通れるんじゃない。これは引くしかないのか。あ、通れるわ、後ろも。あ、よかった、これね、できるわ。あ、すごい、よかった。あ、よかった。嬉しいね。シャルしか嬉しくないかな。わかんないけど、
これならいけるんじゃない？針葉樹。ほら来た！来たね、よかった。コーヒーカップ置けるかわかんないけど、まあ置けなかったら針葉樹を増やせばどうにかなるんじゃないか。あ、待って、針葉樹、あ、でもあれか。今度はでもベンチは多分写真撮影をするってなった時用は大変なんだよね。こっちじゃないと。え、ってことはちょっと待ってよ。やばい、こだわりが出てきそう。やばい、こだわりが出てきちゃう。あ、これじゃいかないかな。こういけば、はあ、逆にちょっと待って、これ馬3体いけるんじゃないかと思っている。シャル、砂場。あれ、さっきと形が変わった。ほら、あ、通れない。下は通れる。上通れない。ダメ、却下。さっきの、さっきのでいいよ。通れるもん、こっち。めっちゃイゴイゴしちゃう。これで周りは別に通れます。で、砂場をこっちにやる。そう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 。あ、オッケー、バッチリじゃない。ここいいじゃん、いいじゃん。これ2つでいいな。針葉樹食べる果物がなかった。で、1、2、3、3、6、9、12+4で16。16個の柵か。今日はなんか後輩がうまく先乱れてないですね。で、今日柵を広げたので、ここのいらない部分を取っていこうかな。一旦どうせ作らなきゃいけないのはいけないんだけど。まあいいか、これで。で、柵を16個作るんだけど、2個取ったから、前、14。え、お茶飲んでるんだけど。え、いいの？ちゃっちゃー。そんなに選ぶことばっかり追いかけるのよ。バレた？そういや、妹のさ、パタラって。そう、友達。そう、いい子たち。今日前からすごいね。劇団四季のようなメイクだ。なんだなんだ、今日。おしゃべり。あー。シャルがね、橋決めたんだけどね。あんま気づいてもらえてないわ。よし。で、そうだ、柵だ。柵を作る。もしかして柵も
柵は無理かな。さすがに柵はあれかな。ペンキはついてないか。あ、でもこっちだったら食いっていけるのかな。ちょっと試しに食いをリメイクしてみよう。ちょっと試しね、一回試しにリメイクしてみよう。どうなる？微妙。微妙だな。うわ。微妙だな。なんか色がもうちょっとカラフルになるのかと思ったら。意外と微妙でしたね。鉄の柵はね、鉄鉱石がめちゃくちゃかかるんだよね。これといってこれ違うしな。硬い木材で丸太の柵。丸太の柵で行くか。よし。丸太の柵で。柵を作ろう。うん、そうしよう。結構ストックしてるから結構いけるはず。丸太の柵は色が変えれないけど、まあありのままの色でめちゃめちゃいい気がするので。木材これってさ、1個2個か。違う、木製だこれ。え、違う、10個だ。ってことはもう1個作っちゃえばもうすぐできる。すごい、一回つ、あ、もう、硬い木材6個で10個の柵ができるってことか。ははははは、なるほど。学んだ。学び。今日の学び。あ、てか、もともと持ってた12個でいけたわ。よし。これも三輪車ね、なんか色変えれなかったから、色変えれるやつがあったらいいなと思うけどね。あ、桃持っていかないと。あの針葉樹をね、一個もう事前に取っとこうかなと思ってて今。よいしょ。蜂もね、後輩にめっちゃ手伝って。え、かわいいな、猿んとこの公園。意外といい出来じゃないか、我ながら。食べる。え、結構よくないこれ。で、本当は3つが理想なんだけど、多分コーヒーカップが置けなくなるから。てか置けるのかなこのところ。もし置けなくてここをちょっと広げれるなら、ここ広げたいな。ちょっとばっかし、理想としては。猿の理想としては。で、まあ一応今の現状のいいやつを作ればいい話だから、
ここ通れるし。あ、でも向こうに行けない。はっ、今気づいた、向こうに行けない、4つが限界。いや、なんかね、シャルの中でのなんだろう、ポイントがあって、なんだろう、公園を作るにおいて移動するのを邪魔したくなくて、なんかもうちょっといい案がね、シャルに出てくればよかったんだけど、ちょ、出てこないんで。うん、ちょっとこれちょっと考えよう。柵もし、ちょっとキャンセルした方がよかったのか。はいはい、まあこれは最悪ね、体力も減らないんで。え？それだったら角っこ取れば全部済む話？あー、こっちにするか。こっちだったら全然いけるもんね。よし、これにしよう。ほうほうほう、いい感じじゃん。はい、バラ、わたあめ、木、馬、タイヤの遊具、ジャングルジム、ならなら、これもしかしてワンチャンいけないか。蝶々捕まえるの？蝶々とお魚と、確か向こうにまだ削ってないやつがあるから、あ、移動には困んない、この公園大丈夫。邪魔してるかと思ってたけど、意外と大丈夫かもしれない。ここら辺に、これだ、石があるから、これでマイルを貯めて何買わなきゃいけないんだっけ。あ、自動販売機、あれか、あれ、シャル何か買えなきゃ。シャル何だっけ、みんな。あ、これでいいんだ。1,2,3,4,5,6,7,8、 よし、マックスまで行きましたね。お、6万まで行きました。で、これもたまり、わ、もうちょっと先にあれが欲しく、お、すごいな、これ邪魔になっちゃった。ここに針葉樹植えよう。植えれなかった。まあいいさ。気にしなーい。よいしょ。捕まえればよかった、虫。5匹捕まえなきゃいけないんだった。あ、見えんだ、なかった、あの虫。ちょ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 、ちょっと待ってね。はい、よし、オッケー。うん、はっはっ
れシャル、シャル、魚は捕まえると虫は捕まえれないタイプ適当にしすぎ説。ここに虫がたくさんいるので、ここね、すぐ昆虫が集まりますよ皆さん。はい、ちゃんとすればできるんだけどね。これ適当にしちゃうから良くないよね。ねね。ああ、やらかしい。あ、あそこにもハチがいるよ、ハチさんだ。はい、おう、わ、売っちゃおう。結構前の時になんか植えようキャンペーンみたいなのがあって、なんかそれで結構植えてるから、売っちゃってもいいかなと思ってる。うん、バラ、バラ売っちゃってる、バラ売っちゃってる。え、バラ売ってもいいじゃ、いいけど。ぐらいかな。あ、待って、なんかやった、シャルフェア、なんかやかった。なんだだだ、ダメ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 。ちょっと待って、なんかやらかした。何シャル最後選んだ。絶対売っていいやつだけ売ろう。うん、バスタブ売っちゃったよ、やば、それはやばい。これは売って大丈夫だよ。うん、うん、よし、オッケー。うん、ほんでマイルだ。あとは、魚を釣るのみ。魚はね、結構シャル得意なので全然いける。できるやつ、できるやつ。よし、あー、これちょっと近かったかな。いけた。なんか今一瞬プレゼントの風の音したけど、大丈夫か。味が多いんですよね、シャルの島。魚を釣りたいよ。釣りたいけど、釣れないよ。あ、そう、なんと次のね、なんだっけ。借金ね、50何万とかだった。びっくりしちゃった。なんか、そんないつ払えるんだかと思っているんだけど。え、やばい。全然出てこないよ。いつもめちゃめちゃ出てくるのに、今日に限っては出てこない日ですかね。こうなったらあっちのところに行くしかない。めちゃめちゃ出るやつ。なんかね、お金の木もね、なんかちゃんと集めたいんだよね。なんかバラバラにさ、今いる状態なんですよ、お金の木が。なんでお金の木も次にまとめようかなって思ってます。やばい、こっちだ。ほい、じゃん、ほい。スズキ、スズキ。あと何匹だっけな、見てなかった。だなー、はい、どうぞー。いい、そんな嫌がんなくても。はい、どうぞー。
遠かった。はい。のー、無視いられちゃう。なでにー。これも多分知られそうだな。ほい。なあ。やや濃いなー。ほい。ほい。かーい、かいかい。イカ。ゲッソー。なんと。あと2匹釣らなきゃいけないって時に壊れるなんて、そんな。いや、チョチョは別にいいんだよ。取れても。違う。どうしよう。木の枝がいるよ。木の枝、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい、もっと、もっとちょうだい。あれ、何個持ってるんだっけ？ありがとう。これも木の枝なんですよ。これ木の、こんな中途半端にシャルが植えるはずないんで、これがあれなんですよ。お金の木の苗なので、それも含めて多分この子あんま成長はできないんで。みたいな。で、作ります、釣り竿を。めちゃくちゃ釣れすぎ問題。めちゃめちゃ釣れる。あと1匹、あと1匹がなかなか出てこないよ。めっちゃのんびりのほほんとしちゃってる今。よっ、はい、来い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 。はーい、よし、これで鳴る、もらう、食べる。で、フルーツの苗をキャンペーンしたいんだけど、その前にもっと先にできるこの斧でカン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 、持ち物がいっぱいなー、入れ替えよう。そうだ、あ、枝めっちゃあるじゃん。あれ、そうだー、入れ替えよう。あ、いいんだ。トン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 、拾わなくてもいいんだ。きた！うわ、あとちょっと、確か2000だよね。これなんの木？これオレンジ？実がなってないだけのオレンジ？オレンジだった。
でも身を植えるならな、何も得にはないんだよな。ここにチェリー植えちゃう？もう完璧なる果樹園だね。うーわー、でもあとちょっとなんだよな、マイルが。た。一個だけ、さくらんぼ多くなっちゃう。あ、そっか。スコップ持ってないとダメなんだった。植える。よし！来た！よし！オッケー！ということで、これで自動販売機が買えるので、また、明日、待てると思います。明日は配信は、無理しません。ので、わかりませんが。よし、注文しよう。うん。マイル交換。ギリギリ、ほんとにギリギリ。自販機。よし、耐える。待って、自販機置くスペースあったっけ？まあ、最悪木を1本に変更すればいいか。いや、80マイルしかない。ピンポーン！ピンポーン！よし。お、200になった。よし。ということで、最後は、わ、やばい。めっちゃやることやってるわ、猿。協力します。6。ゼロ？なんか気味悪い数字になってるの、なんでだろう。OK。ドキン。シャルしかしてないんじゃない？これ。多分。残りいくら？レンガの橋高いんだよね。19万だよ。11万7000だ。まだ今度ね。うん、無理だわ。よし。ということで、お手紙出しに行きましょう、最後。パニスタメンバーの、みんなに。あ、待って待って。くるんでない。キュートなオーディオプレイヤーをまず包みます。 OK で、これをミコちゃんにまず送ります。うん、送る。フレンド、ミコちゃん、何にしようかな、みこちゃん。みこちゃん。あ、みこちゃんっぽい、これ。you
はい、ということでみこちゃんには天然だよ君はっていうフレーズを送りたいと思います。はい、猿は天然じゃありません、ご注意ください。で、プレゼントをつけます。 OK。 はい、あ、よかった、お金残しといて。あ、送る相手にもイン、あ、翌日じゃないんだねこれ。お、オッケー。では続いてバスタブをパトラちゃんに送ります。オッケー。パトラちゃんに送ります。パトラちゃん何がいいかな、これだな、ベビーグッズ。よし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 って最近してるから、なんてかこう、あ、ちゃんと趣旨を伝えなきゃな。ASMR あ、こっちだった。ASMR っぽい家具を送りますということで、これでパトラちゃんに送ろうと思います。すごいね、その場で送れるんだね。ちょっとやっぱ時代が違うんだね、変わってんだね。そう、はい、それでは最後、メアリちゃんに送ろうと思います。何を送ろうとしてたっけ、メアリちゃんあれ、何を送ろうとしてたっけ、メアリちゃんに。あ、壁紙だ、忘れてたやばい、 OK、 すっかり最初の方にやっちゃったから。送ります。メアリちゃんには期間限定のにしてあげよう。メアリさんへ、はい、メアリちゃんにはメアリにぴったりなものをあげるねということで、先ほどの壁紙を送りたいと思います。よし、わあ、これでジャニストメンバー全員に送りました。何を言われる、どう思われるか、ちょっと緊張しちゃうけどあ、
はい、ということで、最後、公園の場所でさよならをしていきたいと思います。では公園レッツラゴー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 。やっぱ便利だね、渡る橋があると。でもここね、すぐ上がれないの、やっぱきついから、橋ができたらこう坂つけようと思う、一個。はい、ということで本日こちら、先ほどメンバーに送ったものとこちら公園になります。ここに花壇があって、ここに綿飴屋さんで、ここにカラフルなタイヤがあって、砂場、そしてここにジャングルジムで、ここに揺らぐやつダンで、ここにベンチがあります。で、街灯もあります。いつつくのかわかんないんだけど、もしかしたら夜なったつくのかな、自動的に。で、ここに一応コーヒーカップを置く予定で、ここに自動販売機を置く予定でございます。まあ一つぐらい木があれば大丈夫かなっていうのもあるんですけども。なのでここでお別れをしたいと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価よろしくお願いいたします。それではオッチシャルでした。バイバーイ。